こんにちは。長保寺の清徹です。癒される瞑想の理論的背景ということで、お話ししているわけです。で、仏教の立場からのお話が多くなるわけですけども、仏教にはもう2500年の瞑想の歴史があるし、人間の脳の仕組みですね。目や耳で感じて脳内に印象、何らかの印象を形成して、それに基づいて心が動くという、この現代の、科学的な考え方と大きく矛盾しない土台をもって仏教というのは成り立っているということなんで、仏教に基づいて瞑想を話すというのは、それほど大きな間違いでもないわけです。仏教なりの色付けというのは当然あるわけなんですけども、もう仏教に代わる、要するに2500年の伝統のある瞑想についての、考察ですね。瞑想について考え続けたというものはもうないんで、私としてはもう仏教を洗練していくというのが私自身の考えですね。で、話がですね、天台宗の仏教に対する立場と、これは日本仏教にの土台になっているということなんですけどね。それと真言宗というのはちょっと違うと。で、日本仏教というのは要するに、浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗を通じて天台宗が土台になっているわけですから、これはこれでいいんですけども、真言宗だけちょっと違うということなんですよ。で、ただ私自身はですね、この真言宗に、真言宗でも修行したし、比叡山でも修行したということなんで、両方分かってるんで、ちょっとそのね、真言宗と天台宗の違いについてちょっとお話しします。で、真言宗と天台宗とどこが一番違うかというと、これ専門的に言うと、本尊観が違うんですね。ここが本質的に違います。一番の違いは本尊観。真言宗は大日如来が本尊で、その大日如来から枝分かれして、お釈迦様とか、阿弥陀様とか観音様とか枝分かれしていくんですよ。枝分かれした仏さんが、その他大勢の仏さんなので、大日如来が根本で中心だと。今でも高野山行ったらね、根本中堂っていうところがあって、大きな根本大塔っていうのがあって、あそこに大きな仏さんが並んでますけど、真ん中の仏さんが、大日如来ですね。その如来からいろいろ分かれていくんだと。これはその大日如来見た人はいない。仏像は見れますけどね、見た人はないんで、宗教的な存在といえば宗教的な存在ですね。で、天台宗はですね、根本は、お釈迦様ですね。お釈迦様、そのお釈迦様のお釈迦様は実は大日如来と同体であると。これもだから難しい言い方なんですけど、お釈迦様って、私もインド何回も行ってますけども、人間です。人間で生まれて死んだ方ですね。で、だから骨があります。死んで骨があって、インド行けば今でも見れると思います。デリーの博物館にあります。で、お釈迦様の、心が大日如来とつながってるんだという考え方で、これは実は大きな違いでね、お釈迦様を拝んでれば大日如来を拝んでるので一緒だということになるんですけども、真言宗の場合はお釈迦様っていうのは、大日如来の出先機関で、支店長みたいなもんで、
社長は大日如来なんですよ。まあ言うたらね、会社で言えば。で、天台宗は社長はやっぱりお釈迦様で、お釈迦様に始まり、お釈迦様が仏教だと。で、そこからいろいろ哲学的、教義的に尾ひれがついていって、密教になって大日如来とか、まあいろいろ言い始めたんですよ、というような世界観なんですよ。そこがまあ一番違いますね。で、細かい違いはね、もう学者がいろいろ研究してて、実は高野山の私の後輩がその専門家でね、この人も真言宗と天台宗と両方行った人がある人がいてね、それは私の後輩なんですけど、まあその人は論文いくつも書いて研究してるんですけど、やっぱり本尊観ってね、これをだから大日、釈迦大日一体説って言うんですけども、これは慈覚大師とか智勝大師も中国に行って、中国の坊さんからいろいろ教わって、それで間違いないんだと言ってるんですけどね。そこがまあ違うといえば違います。で、弘法大師が真言宗まあ作ったわけですけど、弘法大師の考え方の中には、建業と密教とあってね、建業というのは建薬、塵を払いって言って、で、塵を払って、建薬、塵を払い、密教、密造、真言だったかな、真言、蔵を開く。建薬、塵を払い、真言、蔵を開くって言って、要するに理屈が建業で、実際の、本質は真言であり密教なんだというような考え方なんですよ。建業と密教というふうに対比して、非常に分かりやすくてね、非常に魅力的な考え方なんですけど、天台宗はもう全く違います。天台宗はもともとね、中国にあった宗教、中国の天台山って、私も行きましたけどね、天台山というか、まあ山深い、なんというか奥深い山でね、そんな高山じゃないんです。そんなに高山じゃなくて、ずっと山が連なっているようなところでね、そこに国清寺っていうお寺が、今でも250人くらい坊さんがいてね、朝の4時ぐらいから拝んでますけど、250人くらいいて、まあ一生懸命修行しているようなお寺があってね、そこに、で、天台大師っていうのがいて、その天台大師の天台ですよ、天台宗はね。で、そこで天台四教義っていうのがあって、それがまあ天台宗のまあ一番の根本です。まあ、中国で作った理屈ですよ、言ったら。で、それはどういうことかというと、天台大師が中国にいた頃に、インドから盛んに経典を輸入してね、中国語に翻訳したわけですよ。で、中国人のやり方というのは、翻訳した後、そのサンスクリット語のお経があったわけですけど、全部捨てちゃうんです。全部捨てちゃって、中国語のお経だけ残すんですよ。で、中国語のお経の前後関係が全くわからないと。お釈迦さんがどこから始まって、どこで終わって、どこが一番言いたかったことでっていうのは、もうとにかく翻訳経典が山ほどあってね、まあ、全然わからん、前後左右全然わからんと。で、それを根本的に整理したのが天台大師で、今でも例えばお経を説いた順番ね、一番最初に建厳経というのを説いて、そこから霊樹泉で法華経を説いて、般若心経を説いて、祇園精舎で阿弥陀経を説いて、最後は櫛ながらで涅槃経を説いて終わりましたと。こういう、例えば歴史的な順序とかね、お釈迦様が一番言いたかったのは法華経なんだとかね、お釈迦様が一番言いたかったのは法華経なんだとかね、そういうことがね、天台大師がまあ分類して順序を立てたから分かるんです。で、それを天台四教義ということでまとめたんですけど、そこには密教は入ってません。金剛長教とかね、大日教というのは、天台大師が亡くなってからインドの密教がまあ輸入、中国に入ったんですよ。で、それを福とかね、また別の、またインド人
とか、そのシルクロードのお坊さんなんかが中国語に翻訳したんですけども、で密教というのは浮いてたんです。もうそこで中国では海嘯の破仏って言って、もう中国をの中で仏教の破壊活動があって、一回全然わからなくなっちゃってね。仏教の破壊活動がある直前くらいに伝教大師とか弘法大師が行って、その中国の漢訳経典の中で密教がまだ浮いてて、どうしましょう、このお経はどの辺にくっつけて順序立てていこうかっていうのはまだはっきりしないうちに行って、その密教を弘法大師は兼業と密教というふうに分けて日本に紹介したんです。で、伝教大師はそっちにあんまり興味がなかった。私ここで簡単に断定するとね、怒られるかもしれないけど、あんまり興味がなくて、伝教大師は大乗仏教の大乗の戒律を作るんだということに心血を注いだんですよ。まあ彼のライフワークと言っていいんですけどね。で、その心血を注いで大乗仏教の戒律を、日本に根付かせるんだということを自分の使命としてたと思いますね。で、その密教をどうするかっていうのは、その弟子に託したんです。慈覚大師にね、慈覚大師に託して、慈覚大師はその密教というのを造通別円ってこう天台詩経の中にあるんですけど、その円行の中に密教を足し込んだと。で、その天台宗、比叡山のお坊さんは、その要するに天台詩経の中にね、密教をどういうふうにくっつけるかというので非常に苦しんだんです。うまくくっつかないんですよ。やっぱりちょっと異質なんですよね、密教がね。で、だから弘法大師みたいに分けちゃうと簡単なんですけどね。で、非常に苦しんで、だけど弘法大師みたいな兼業と密教というふうには考えなかったんですよ。それは私は慈覚大師は、弘法大師のその分類の方法がね、分かっていたかどうか知りませんけども、やっぱり自分で拝んでみて、法華経とか般若心経とか阿弥陀経とかね、こういうものは全く他のお経と手応えが違うと、全く違うもんだというのは、彼の宗教的センスでね、言うたら霊感ですけどね、分かってたと思います。全く違うもんなんだと。で、それはもう比叡山も1200年やってますけどね、そういう了解で、みんな1200年、私もですけどやってるわけです。その了解でいいと。で、真言宗、私も真言宗いたからね、分かるんですけど、真言宗もね、兼業だから、それは要するに能書きが、お薬の能書きが書いてあるだけだというふうに弘法大師はもう断定してしまってるんですけども、実際はね、祈祷なんかで法華経とか般若心経とか盛んに使ってるんですよ。普段はもうそれしか拝まないなんていうのは多いんじゃないですかね。般若心経しか拝まないとかね、観音経しか拝まないとか、それと真言を拝んで、南無大師円浄金剛を拝んで、そのぐらいじゃないですか、実際のとこね。だから法華経の何て言うんですか、効力っていうかね、霊験というか、それはもう認めてるんですよ、実際は。ただ教義の中では認めてません。十重心論で、法華経は確か第八重心で、第九重心が華厳経でね、第十重心が密教で、第九重心、1から9までが兼業なんですよ。で、これは能書きだと。で、お薬の本体は第10番目の密教だと。こういうのが弘法大師ですから、弘法大師の世界観の中に、法華経で祈祷するとかね、般若心経で祈祷するなんていう考え方はないです。
まあ、他にもね、今の真言宗でちょっと弘法大師の考え方と違うところがだいぶあるんですけど、ちょっと話が脱線するんでやめますけどね、だいぶまあ弘法大師の考え方と今の現在の真言宗の考え方というかやってることはねだいぶ違うんですけどね。比叡山は私も天台宗にいますけど、伝教大師が考えてたこととそんなに違いはないと思いますよ。やっぱり伝教大師は大乗仏教を完成させたくてね、一生捧げて、で今の比叡山はその大乗仏教を追求していて、その比叡山から浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗というものが生まれていって、今の日本仏教になって、で今の日本人が考えてる宗教的なというか宗教心というかね、いうものの本当の土台になってると思いますね。